こんにちは。リフォームの達人プロデューサー、山さんです。こんにちは。三度の飯より娘が大好き、リフォーム子育て戦士、まえちゃんです。よ、戦士、何ですか、今日は。あ、これ先日のね、娘をこう練習してる時の映像なんですけど。なんかまえちゃん、結構普段はそんな感じの、金髪なんですね。結構ラフなんですけど、小さい頃にですね、お兄ちゃんに僕もやってもらってたなと思って、後ろ絶対ついててねと思ってですね、ついててねと思ってこう漕いでるじゃないですか。で、見たらですね、ついてると思ってたお兄ちゃんがついてなかったんですよね。これやってみたいなと思って。驚きですよね。驚き。これついてるの？今日はリフォームでそれついてて驚きというか、悲しかった？悔しい。そんな内容をシェアいただきました。これがオプション聞いてない。大変なことです。まずはこちら。出来上がったキッチン、タカラ、レミュー、白色、綺麗じゃないですか。これ送られてきたときに、いや、こんな感じですよ。わあ、お花も綺麗ですね。いや、もう飾ってるものがね、真っ白。ね、上品、上質。工務店にタカラ、拒否られる。山さん、こんにちは。2020年に全体的スケルトンリフォームやりました。ちょうど3年前ですか。リフォームすると決めてから、YouTube でいろいろなメーカーのキッチン動画を見ました。山さんも見ていただいたんですかね。それで私はタカラスタンダーの家事楽シンクがすごく良くて、3社工務店にキッチンはタカラスタンダード入れたいと伝えましたが、やはり業者は他のメーカーも同じようなのあるからと承諾してくれませんでした。まあ、じゃあこれあるあるですよね。同じようなのあるからって。あるあまあ、る。ちょっと、あるあるですけど、悲しいですね。ねえ、宝選びたい人気をつけてください。宝スタンダードじゃなきゃリフォームしないと私も粘りました。うち、なんとか一社が宝スタンダード承諾しましたが、そういう問題かなと思うんですけどね。後ろのカップボードはもう他社にお願いされてしまいました。もうこの駆け引きがあるんですね。まあ、家事楽シンクになるならと私も了承、白いレミューを入れてもらいました。すごく満足です。いや、でも綺麗な宝レミュー。私は身長が155センチなので、この上の吊り戸棚は手動ソフト段ボールにしました。そして、こんな水洗シンク、中もたっぷり綺麗に入って家事楽シンク。ちょっと見ましたけど、やっぱりゴミポケット外してますね、まいちゃん。やっぱりそうですね、皆さん外してますね。もう外して売ったらいいのになって思いますよね、宝も。我が家は、子供が巣立っているので、旦那と二人暮らしなので、食器は手洗いで、掃除が面倒な魚焼きグリルはつけなかった。その分収納を多くしたのでよかったです。いいじゃないですか、IH 引き出し。もうなんかこういうのがどん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 増えてますよね。そして、こう縦に立てて入れている、コンロ下の収納。引き渡しにまさかのオプション？ただ、2点残念な点があります。何ですか？動画では引き出しの中、さらに引き出しがあるのを見ていたんですが、そうですね。こう、3段、5段のように使えるレミューならではの。レミューならそれは標準でつくものだと思いました。いや、これ、インナートレイね。しかし、引き渡し直前、業者さんがビニールを剥がしてもらって、やっと中をチェックしたら、その引き出しの中になくて、がっかり。引き渡し直後にタカラスタンダードに電話し、レミューだから標準で中引き渡して、引き出しついてるって、ねえ、思いましたが、なかった件を話したら、オプションだと知りました。タカラスタンダードへショールーム見学行きましたが、その時一緒に説明した方から、中の、引き出しトレイはオプションっていう話は出ませんでした。悲しかった。まえちゃん、これ、すごいショック、なんか大きくないですか？いや、これはですね、私もN の時にですね、前職の時にですね、まあ、ショールームいろいろ展示してましたけど、やっぱりどれが基本セットで、どれはオプションっていうふうにちゃんと分かるようにしとかないと、お客さんはどこまでか分からないですからね。だからね、テプラかなんかで、オプションですとかね。そんな感じで、よくあるケースなんですよ。っていうか、これ、山さん1回目じゃないですからね。結構これありますよ。多分動画見てるところも、そうなの？って思ってる方、ねえ、絶対いますよ。
宝のカタログをまず、見ましょう。宝のカタログ。ね。私も実は、オプションだと思ってなかったです、これ。宝の、ね、カタログ。レミューに対応って書いてるじゃないですか、ホーローインナーケース。ごちゃごちゃしやすい、カトラレールがすっきり整理できました。引き出し上段に、レミューに対応。ね、レミューに対応って書いてるじゃないですか。どこにオプションって舞ちゃん書いてますこれ。まあね、オプションっていうことは書いてないけど、まあ、対応だから、って言いたいんでしょうね。わかりづらい。で、見ていくでしょ？他のページ見ました。あ、ストーリー台キャビネット真ん中のこの3段。3段引き出しの上段、ホーローインナーケースって書いてるわけですよ。あ、これついてるかなと思ったら、山さん目が悪いからこんな見えないですよ。ちっちゃい。カッコ、オプション。耐荷重30キロ。もう3段引き出しとか上段とか、これしか目に入らないじゃないですか。アップしましょうか？インナーケース、オプション。これ山さんが字書いてるからですよ。このちっちゃい字、ちっちゃいページ。だってさっきのページには書いてないじゃないですか、まゆちゃん。そうですね。しかも、まあ、文字まであんまり読まないんで、あ、このケースがついて、下にはこの引き出しがあって、こう、絵で見ちゃうことも多いですよね。でもっと言うと、ショールーム行った時にね、宝の、三段引き出しの中にこれ入ってるじゃないですか。はい。それ説明しないんですよ。今回のケースは。いや、説明してくれる人もいるかもしれないけど、今回のケースは説明しなかったんですよ。いや、それは、まあ、あるもんだと思いますよね。私も勘違いしてました。まゆちゃん何回か言ってますけど、あの展示とカタログだけ見たら、宝も検討に入ってますよね。一つ、はい。レミュー最高級。はい、まあ、まゆちゃんぐらい行くと、レミューの上ないのかって言ってましたけれど、それぐらい、レミューまさかのオプション。ちゃんとチェックしとかないと、今多分動画見てる方、もし私もって言ったらコメント欄入れてくださいね。宝の、こちら、見た時に、あ、みんなからの声だ。今度はショールームにちょっと、テプラを貼りなさい。いや、全部貼ってくれとは言ってないわけですよ。IH だったらオプションだとかね、推薦のタッチですわ、オプションだって言ってないですよ。よくあるようなものは、やっぱり同じような悲しみになるのは良くないでしょっていうことで、インナートレイ、これはオプションですって、ショールームでね、別に一本し、はいいいだけじゃないですか。テイタシンクは強くない。あともう一つ、まだありますか。デモンストレーションで、ホーローは強くて汚れないイメージ。まあ一応そうですよね。ダンダンダン、ダンダンダン。なんか宝のやつって、なんかそういう強くて汚れないイメージは、刷り込まれますよね、ショールームで。まあもうそれをあえて打ち出してますよね。はい。が、そのイメージなんですが、テイタやシンク内も強いと勘違いしていましたが、まあわかります。確かに言われてね。なるほどね。山さん結構テイタですよ、テイタですよ。扉じゃないですよ。扉でダンダンするのを、どんな喧嘩のバトルをしてるんですか、キッチンの中で。リビングでやってください。キッチン危ない包丁あるから。むしろ、その汚れるっていう、その汚れだってね、跳ね返りとかね、その油の煙ぐらいでしょ。一番汚れるのは、それから一番、強度が必要なのはどこ？テインター、シンク、汚れますよって散々この YouTube 動画でもお伝えしてる通り、一番汚れるのはテインターですよ。扉じゃないですよ。で、そういうふうに勘違いしてましたが、シンク内とテインターは暑さに弱くて色もつきやすいと知り、お湯切りするときは水を流しながらなるべく、下水近くで捨てたり、ミートソースやカレーなどきれいに拭き取ってから洗うようにしています。前なんか宝ありましたよね。お湯直接流してませんかって。お湯流すよみたいなね。そうですね。変色しちゃった事件ですよね。ね。そうそうそう。でもあれは違うと思うんですけど、説明。そのお湯流して変色はしないですけどね。今言ったのはハイターとかね。うん、そういうことなんで、お湯は全然 OK ですよ。丸く黄ばんでしまい、旦那にも熱いのを直接置かないように話して、ましたが、忘れたのか、熱い鍋を置いたのか、丸く、黄ばんでしまいました。それと、私の不注意から、低温調理器具で、天板の上で調理した、パキンと音がしたら、L 字部分の継ぎ目のところの接合部に、シビが、線が入って、重い、水槽を洗ってたとき、手が滑り、水槽の角がシンク内に当たり、小さく欠けてしまいました。まず山さん思うこと。まずね、これ丸く黄ばんだのはね、熱じゃないと思うんですよ。おそらく。多分、人工ダレス機に染みたんだと思うんですよ。黄色のやつ。で、付近でいくらやっても取れないでしょ。だもうそうなったら、メラミンスポンジで、やれば研磨して取れたんじゃないかな。だから削るっていうことですよね。でも実際自分ではわかんない。山さんのところの実家のところも、これ汚れが取れないのって言って、実家行った時のメラミンスポンジあるやつピーってやったら綺麗に取る。ああ、取れたみたいな感じなんで、多分この黄ばみっていうのはね、それじゃないかなって。耐熱温度、人工大理石がそんな、
簡単にね、油の天ぷらのカッチンカチンの煙出してるやつ置かない限り大丈夫です。お湯のやかんとか置いても大丈夫なんで、多分そうじゃないかなっていう、感じですね。じゃないともう、お湯流したりとか、そんなで変色とかしたらもう、そこら中も大変に宝にショールームに行列できますよ。うちの基盤だ、うちのお湯流したシンク、どうしてくれんだって、そうならないから、多分この汚れが染みたんだと思います。そして、L 字の部分、そうなんですよ。カウンターって結局、I 型だったら工場で作ってますけど、L 型ってそれぞれの L 字のシンク、コンロのやつをつけて、で、ここに同じ共材のような、まあ、簡単に言うと接着剤のような形で、樹脂でやって、最後磨くわけですけれど、結局、そこの部分は、やっぱ弱いわけですよ、工場の一体成形じゃない。継ぎ目ですよ、接合ですよ。だから、ボーンといった時、何かの時になるし、あとね、長年使っていると、L 型のところ、継ぎ目入りました、地震とか、いろんな形で床がこう傾いてきて。まあ、じゃあ見たことありません ?L 型のキッチン、20年前でこう継ぎ目入ってて、ここになったのよね、って。はい、見たことたくさんありますし、僕の姉のお家でもですね、まあ、間空いちゃってそこからなんかちょっと水が染みたとかありましたね。でね、やっぱここってすごく後ろ、裏側からクランプでこう、なんか、ボルトみたいなんでギューってやってるけど、どうしたって弱いんですよね。で、場合によってはもう絶対そこクレームになるからやだっつってコーキング打ちたいっていう工務店さんもいるぐらい。だからそこはもう L 型のまあ弱点という感じじゃないかなというふうには思います。うん、一体成形。じゃない。6万円の出費へ。これを2回、宝スタンドへ修理依頼。直す業者に来てもらいました。出張費込みで3万くらい、かける2回。なので6万円かかりました。まあね。何か美味しいものでも食べに行ったらいいけど、なんか必要のない経費が出ていくってすごく無駄ですよね。今はこのように、天板は耐熱用マットを置いてますか?あ、L 型のところにちょっと置いてる後で見ましょうね。掃除もしにくいし、プチストレスです。でも傷つくことを考えたら、仕方がないです。白くて、綺麗ですが、意外と脆い点が残念です。見ていきましょう。これ。ああ、本当ですね。ね。あとこれ。ああ。傷くない。あ、やっぱり。水筒がバーンと角が当たって。はいはい。あ、これはまあ、あるでしょうね。こんな感じで。まあ、やっぱり強い力当たっちゃったら勝てちゃいますかね。うん。ね。うん。はい。で、業者さんが直してるとか、だから磨いて、基盤出るところと、あとは継ぎ目のところとか、そういったところをやったんでしょうかね。そしてこちらが修理後。旦那が熱いのを置き忘れ、うっすら丸く基盤でいます。見えにくいですが、こちら修理前は保存してなくて、修理後になります。私が低温調理器具でパキーンと線が入ったとき、こちらも修理前の保存してなくて修理後です。修理後でもどちらでも肉眼で少し残ってます。またそうですよ、磨いても。わかりづらいかもしれません。すいません。いえいえ。ありがとうございます。でも、90% は満足しています。よかった。10% はやっぱ、引き出しトレイはちょっとね、大きいかなっていうところと、まあ、結局は扉じゃなくて天板ですよって、山さんずっと言って、みんななんか扉がね、剥がれてくるから、扉って思っちゃうんだけど、そうじゃないですよっていうところ。別に扉のところでね、ガンガンガンって、かけたり、何々いたしませんって、デモンストレーション面白くてすごく楽しいじゃないですか、ディズニーランドみたい。でもあんなことしないですからね。家で叩いて、あ、うちそれニーズある、叩くっていうニーズがあるんだよ、それありますし、バーナルブー、炙るのよ、うち分かってたみたいなことだったら分かりますが、そんなことはまずないので、やっぱり天板のところにね、落としたりとか、シンクとか、基板だりとか、やっぱ天板の汚れに強いとか、そういったことは重要かなと思います。まあ、交通ストーン、いいですけどね。うん、でも L 型できないか。うん、そんな感じで、こんな感じの綺麗な白いキッチンでした。IH のコンロ引き出し、いいですね。白いレンジフードもこれ合ってますね。こんな形で外段手が届きにくい時につけました。このなんか掃除とか綺麗にダダダと並んでたり、なんかお家もなんかベランダのとこでもおしゃれですね。綺麗ですよね。やっぱりグリーンも小物も置いてるものがおしゃれで、とてもマッチしてますよね。はい。テーブルクロスのところのね、袖のところとか、グリーンのところの鉢のところのデコレーションとか、一つ一つがね、色つながってるんですよね。白で拾ってみたりね。いろんなところ、さっきのカーテンのところでやってますけど、色の、ボリュームっていうところにこう、焦点当てて、このキッチンもいろんなところに色がつながってます。中に入ってるキャニスターみたいなのもちゃんと白で揃えてあるのも上品じゃないでしょうか。こんな形で。お鍋なんかもね、この辺も色が合ってくるんでしょうね、こうなってくると。あ、上手ですね。細部までこだわってるのが分かりますね。分かりますよね、うん。うん。ポイントです。まずこれですよ。
山さんも舞ちゃんもやってます。他の人もみんなやってます。営業マン、リフォームやってたら絶対これって経験あるんじゃないでしょうか。さらに言うと、リフォナビでこういったビフォーアフターして、やっぱりそうかと。山さんと同じ、舞ちゃんと一緒、発注の段階でこういうことって、ヒヤヒヤヒヤ何回もして、ミスをして、経験を重ねてこういったことなくなっていくんですが、あなたにとっては一緒に一台のリフォーム、そんなミスされたら困りますよね。ということで、クリーンアップもありますよ。内引き出しのところ。オプションで聞いてなかった。って、後でつける。宝の場合は無理じゃないですか、放浪だから。発注前に必ずあなたが注文しているオプション再度確認いたしましょう。でも今回オプションの説明なかったんですよね。これ難しい。だからもうこれ宝はショールームの中にシール。多分宝の人見てますからね。ショールーム貼りましょうよって、もう前からあるよってね。もうこういうふうにもう YouTube の動画でも言われてるよ、みたいな。色の、扉、天板、色確認。まあ、じゃあこれもありますよね。こっちじゃなかったって。いや、もう必ず、まあ、さっきのオプションもそうですけど、よくあったのが、レンジフードの前幕板が、扉と同色に展示はなってたけど、実際来たらレンジフードのシルバーだったとかね。それもありましたし、あと、色の確認も本当に発注ミスで色間違えたとかね、ありますよね。だからやっぱり、最後の最後に、じゃあこれで発注しますねっていうことの、内容しないといけないし、まあもちろん、営業サイド側の発注するときも自分がお客さんにいただいたものをもう一回確認するっていうことなんですけど、あなた自身も、私あとね、これはちょっと変更でお願いしてた。ちゃんとその内容でもらっといた方がいいと思いますよ。もう一回念押ししといた。本当にこれでやってねって言っといた方がいいと思います。本当は工務店とこれで発注しましょうねっていう、最後の段階は一つ一つやるべきだと思います。そしてサイズ、最近あったのサイズがあったんですよ。サイズが違うって言うんですよ。洗面でこれで最後1200だったけど1350で聞いてたのに1200の前のやつになってた。1350になるとか言ってたとかね。こういうサイズありません？キッチンで2400、2500、700で見積もり書いてるのにとかね。あるんですよ。でもそれ、1件や2件じゃないですからね。いっぱいあります。だからこそいろんなことのチェックが必要。キッチンパネルも貼り伸ばし。だからこそリフォナビで、チェックシート。チェックシート、今、ゴールド会員の方は、登録と同時に配信してますけど、使ってくださいね。手に入れてホッとしないでください。あれ使うから意味あるんですよ。あれは結局適当にこんなこと必要って書いてるんじゃないですよ。あれは舞ちゃんとずっと山さんとさっちゃんもみんな含めて、あれでミスったから、もうこういったことしたくないから、いろんな現場トラブってるからって言って書いた、生きたもの。さらにリフォナビのユーザーが、このチェックシートを使って、チェックシートが必要なの、本当これ使ってわかりますって、こう来るわけですよ。それは、やっぱりもらわない人は、やっぱりミスってしまうし、もらってほしいし、ぜひ使ってもらいたいんですけど、もらうだけじゃなくてね。こちらゴールド会員の方に登録と同時に、ポッと入ります。いやーん、やだ !980 円かかんの !30 日無料だからもう入ってるだけでもらっといたらいいじゃん、そう思う方。もうとにかく、ミスったらいくらかかるんですかっていうことです。最終プランズで確認してください。確認ミスが多くリフォナビの方にレポートされています。まいちゃんこれずっと山さん言いましたけど、なんかあります？この辺の発注。いやー、発注ミスね、もう営業側からするともう、うわー、やってしまったーっていう、もう大事件になるんですけど、いろんな営業マンがうわーって言ってるのをよく聞いてましたけど、お茶、現場も止まっちゃうし、すごく大変になるので、まあお客様側から、結局最終的に迷惑なのは、自分の家をリフォームしてる、この家主が一番迷惑を被ってしまうので、まあ自分の身は自分で守るというかね、チェックシートを本当によく活用していただきたいですよね。もっと言うとね、発注してなかったってありません、舞ちゃん。いや、うわ、工事だって。いや、絶対あるって。ある。正直言ってください。いや、本当ありますよね。いや、はい。私は少ない方でしたけど、ないかって言ったらありますね。で、言ったつもりとか、あ、うわ、これ、データ入れてなかったとかね。ありますよ、全然。だから、ユーザーからすると、みたいなこと。で、納期がずれる。ありますよね。はい。やっぱりどうしてもリフォームって本当確認事項とか発注も部材も細かかったり、どうしてもプロなんですけども人間なんで漏れが出ることはあるので、やっぱりお互いに確認は本当に必要だと思いますね。いや、だから発注してないのは愚の誇張ですけれど、でもまあ色とかね、こっちで言ってませんでしたっけ？こっちなんですか？みたいなことでね。その自分の記憶も曖昧だったりするんで、最後のところの確認が必要です。LINE 登録で定期的にプレゼント配信してますと、ぜひ山さんとお友達になっていただいて、
コメントスタンプくださいね。リホナビとは、一人一人のリフォームを成功に導く情報サイト、リホナビ友の会、リホナビ教室コンテンツ1300日々集まるライブラリー、800本動画ブログにして、リホナビラジオ。皆さんからの、そのポコポコいただく LINE のご質問、これを個別にやっている内容をシェアするリホナビラジオ、音声ビデオ、こちらの方、いただいている内容を LINE 限定のゴールド会員でお届けさせていただいております。まずは、こちらの方の LINE 登録スタンダードで、限定動画、こちら無料になってますので、ぜひゲットしてみてはいかがでしょうか。はい、まあ、一応いかがだったでしょうか。もうこれもうレミューはオプション貼ってほしいし、レミューで説明しないなんてもう絶対アウトですよ。わあんなのカタログ見てたらユーザーわかんないし、まえちゃんでさええあれ標準なのって今知ったんですもんね。はい、私もまあもうあそこ宝行くとそれが楽しみみたいな、ここにも実はあるんですみたいなのが楽しみだったんで、まあそれが売りなのかなと思ってたんで、まさか、まあオプションだとはちょっとごめんなさい、私も思ってなかったので、ね、わかりやすく書いてるといいなって思いますね。ショールームアドバイザーも、実際のところ10年選手っていなかったりするわけですよ。実はまだ1年目とか、まだ半年とか、その人に当たってしまったら、ミスして覚えていくんでしょ？ミスして覚えていく。ああ、若いなんか、可愛らしいお嬢様が親切に。でもその人、ほら、現場に何回見たことあるのって聞いたら絶対、いや、現場は見たことないです。リフォームの現場見たことないです。家がリフォームしましたってのはあるかもしれませんけど、みんなショールームでこうやってるだけなんで、やっぱりそういった生の声って聞かないわけじゃないですか。こういう危険性みたいな。なので、ぜひこの動画でも一緒に学んでいただければいいかなと。だからもショールームアドバイザーも見てくれてますからね。ということで、はい、見た方、ぜひ、テプラで貼りましょう。貼ってたら、あ、リホナビが貼ったのっていう、そんな声が聞こえてくれるととっても嬉しいです。はい、言いますよ。せーの。必ず、できる。いってらっしゃい。もう言ってあげてください。ここシール貼った方がいいよって。ね。離れてる。離してる。入ってない。